はい、ということで皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、こんにちは。やりません。え嘘です。そうです、エイプリルフールです。今日はエイプリルフールに撮ってるけどさ、これあげるのはエイプリルフールじゃないからね。ああ、まあいいんじゃない。いいね、うん、じゃあやってこいよ。引き続き、まあ、前回から始めまして。そうだね、前回はあのライララとフェルルルだっけ、フェルルルができました、ね、できて、今回ね書いてそっからあのストーリーの方やっていこうか。これだね、これビビビだね。38分しかやってないね。やってないね、全然やってないな。これからどんどんやっていく。そう、あ、こんなんだったな。調べてみましたら、このゲーム作画がムービー作画がまさかのジブリでした。そうだね、ジブリすごいわ。あ、動ける、書くか、書こうか。まずはあれ、ペンの部分、尻尾黒だっけ、あれ色違うね、赤とかオレンジだってイメージが、その辺だったよね色。 あそうか、電化線が控えてるんだ。電化書きますけどね、まずは書こうよ。じゃあ攻撃どうしても、いや、サイバータケルしか見えない。あとどんくらい残ってるかな。さあ、新しく書くで見れるんじゃないかな。待って、技ってなんだこれ。噂 PP 破壊とか麻痺とか魔法セガ、これしかない。弱ダメージ、弱ダメージ、ポカってない、ポカって。あー、なんかちゃんとあるんだね。腕が細長い落書き、まあ、これ後にしよう。戻っちゃった、戻っちゃったよ。海ギャラリーね、どうする、そこも行ってみる。行きましょうよ。行くか、まずは書こう。まずは赤は割とあるんだね、まだ。待って、ちょっとスティックが勝手にちょっと動いてる。マジでちょっと、いや、支障はないレベル。ああ、そんなら。これちょっとカクカクってなる程度です。色ってどうやって書いてる、四角だっけ、なんだっけ、丸だっけ、A じゃねえわ。あ、三角、三角だった、だった、あ、三角。どうしよう、体黄色く、赤はか、まあ青は貴重なんでちょっと残しようとして、うん、緑メインかな、緑が多いから、じゃあ緑でいくか、うん、赤はライララでしょ、確か赤メインは。そうそう、黄色メインはフェルルルでしょ。そう、どうしよう、丸くしたのかな、丸く丸四角だったら何になる、このさあ。とりあえず書いてみないと分かんないな。適当に、まずは輪郭を整えて。おお、あれ、形にすることができませんでした。ああ、あの星のとこにしっかりと。シュウさん、形にならない。形じゃ表せない。あ、表せたね。表せた。体が、間違えた。体ができて、腕。もう全部緑でいいか。そう、これこそ一番野菜じゃねえか。サボテンだ、サボテン。サボテン、ちょっと。まあ、あいつトゲトゲしてるからいいか。そうなの？あ、してたっけ？わかんない。適当に言った。硬い。硬い飾り。あいつだとなんか嫌な方向に想像しちゃうから、なんか硬い飾りやったらこの手の方にさ、うん、待って、おお、なんかぽい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 じゃない、ぽい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 、似てる、似てるか分かんないけど、何に似ているんだよこれ。ぽい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 、ほらこんな感じ、こんな感じ、いいね、なんか、あ、かっこいい、一番シュウがかっこいい。かっこいい、まああいつもイケメンだからいいでしょ。問題ないよ。そういう問題かい。ちょっとここにもさ、デロン、な、何それは、ちなみに、え、トゲだよ。ああ、なるほどね。何だと思ったんだい。わかんない。それで、ね、消しとくよ。いや、なんかあいつのことだから。すまないが、ホモイが帰ってくるのかな。あー、思いつかないからこれでいいや。一色、まさかの、うん、ふわーけ、キモい、キモいけど強そう。名前どうしようか、ひらがな、うん、一応あいつは SHU だけど、
シュはい、決定。うまいな。魔法タイプになりましたね、初めての。だろうね。もろ魔法タイプだろうな。攻撃。攻撃。魔法。魔法。魔法青かと思ったんだけど。緑なのか。よし。じゃあ、その、うん、海のアトリエ行くか。海ギャラリー行こうか。ギャラリー。どこ、ここ海じゃないの？これ？そこはセーフだね。ちょっと探してみよう。ドンクサイとかいうレベルじゃなかった。あ、これ分かった。尻尾にあるの最後に使った色だ。ああ、なるほどね。でもね、使ってないから黒。そういうことか。ほうほうほう。ジャンプとかできないから。なんかその辺で消えた。ああ、そう。ちょっと探してみよう。海ギャラリーどこだろう。どこだろう。海の方だから海沿いに行けばいいのかな。下降りてく階段とかあったら多分。あ、そういう感じっぽいよね。海岸っぽい感じで多分。さあね、下だろうね。階段探せばいいんじゃないかな。じゃあ探すか。そこグイって左曲がったりして、あ、鹿コースとキャラクターの有無が、あれ気のせいでした。そっちは何もなかった気がするけどな。ついでにあのデュエルしろよ。おお、あ、機械ができたね。行こうか。海ギャラリーどこだよ。そっちはもうないんじゃないかな。下で。下あった？わかんないけど、ちょっと下行ってみて。下だってもう下これ以上行ったら。そこをなんかグイって曲がった、あのもうちょっと行ったと。右？木のあたりでグイって曲がったりして。ないか。ダメだね。なんだ海ギャラリーって。わかんないな場所が。海ギャラリーどこ？すごく素朴な質問。こっちではないと思うよね。でも道がこっちしかない。うん、でも何もないよね多分。あの大会のやつしか。大会、あ、これか。びっくりした、おばちゃん。違うね。無断で貼るな。じゃあれ進めない。こっちに、うん、引っかかった。あ、動いた。おお。浮いた。どこだろう。きっとこっちの方なんだよな。そっちは大会じゃない。あの人をスルーして大会。大会は無理でしょ。ストーリーがだって殿下だ。いや出てるよ、あの殿下。殿下出てる。うん、そういうイベントがあって終わったから前回。ここかな。ここしかないんだよな。うん、こっから海ギャラリーに行くとかかな。そりゃ大会参加するときじゃない。2対2だって。2対2。なんだ。やめときます。うん、先海ギャラリー探そう。ちょっとあの説明書に海ギャラリーの場所が書いてないかって。そうだね。ちょっと見よう。見ましょうか。あれ。さすがにないと思うけど。どこだっけ。ちょっと待って。ライラ唯一の生命線が紛失されました。俺の銃なくなっちゃうよ、ね。ナムさん。あれどこやったっけ。いや知らねえよ。書いてないね。海ギャラリーでなんかやるよみたいなことは書いてあるけど、どこかは書いてないね。どこだ海ギャラリーは。最初のとこにあるんじゃないかな。最初のとこ戻ってみるか。うん、一番海だし、一番怪しいよね。海に一番近いポイントに行って、一番海海してるし。自分で言うともなんだけど、海海ってなんだろうね。海？え？いや、ふと思っただけだ。あ、そう。特に意味はない。さてと、ついたわけだが、あ、下じゃん。あるじゃん。めっちゃ普通にあったわ。あ、それじゃない？下が見えなくて怖い。これで、これだよね。これだよね。これだね、完全に。どう見てもこれだった。うん。よし。じゃあ、試合を。さっさとやろうぞ。誰だっけ、なんか。何で行く？あの人。殿下？ 1 対1。いや、殿下、殿下か。まず殿下じゃね。え、殿下は、え、ど、え？で、殿下はイベントだから、ストーリー関係じゃない？ジョンの旦那。おう。あ、ああ、海ギャラリーだ。これだ。おう。男おばさん。あ、そうだね、確かに。パート1かパート2で話したよね、確か。何で行く？ライララこの前勝っちゃったじゃん。
何、勝っちゃったって何勝っちゃいけないみたいな勝っちゃったってフェルルル今思ったらさ、シューじゃなくてシュ、小さいユだねこれ、小さいウだね、シュー俺わざとやってんのかなと思って、あの突っ込まなかったんだけど、あ、そうだったのか、うん、気づいてた。じゃあ初起動フェルルルフェルルル行こうか。防御タイプちょっと強いね、 HP99 あって、相手勝てないんじゃねいきなりだけど、でもそう言ってもまあ、うん、じゃんけんだし、でけえでけえ、いけ、お、フェルルルが現れた現れたかっこいい、ハメハメハ、まんま猫、そのまんまだな、うん、ですな、1手目にね、1手目が結構重要だね。1手目をどうしようか、いきなり得意攻撃を使うのもなんなので、うん、バリアを使いたい、四隅のバリア、あれ、あ、攻撃になっちゃった、え、めっちゃ食らってね、半分以上減ってるじゃねえか、だってめっちゃ食らってね、おお弱い、あんま食らってなくね弱い、両方とも攻撃を使ったってことはまだ一緒でしょ、まだ一緒だね、チャージ以外の手がないじゃないですか大丈夫？うわあ、終わった。なんだ？ああ。ダメじゃん。あら、私もまだまだ。強すぎるわ相手が。ああ。真っ白になっちゃった。のどかおばさん強いな。いや、こんだけ書いとったらそうやな。うん。よく書けてるよ。灰色。カラー灰色400手に。あ。灰色のカラーをもらう、灰色ないよね、持ってなかったよね、ないない、あ、負けてもなんか何かしらもらえる、もらえるんだね、灰色、じゃあ積極的にバトルはしていこうっていう、デュエルしていこうで、うん、デュエルしようぜって、税金が安いぞ税金とかなせるさっきの、あ、さっき話しかけた、あ、間違えた、ライダーにしちゃった、81だ、あーあー、いけ、初起動、あ、キャンセルで決定かな、いけ緑一色サボテンだカタカタ動くで、多分なんか割となんかすごい動きしてたもんね、ハリセンボンとかやってくれる多分うーん、あー、この人か、なんか強そうだね、シュウさんの強さに気づいてやがる、さすがだね、いけ、なんだお前のサエピオ、ずんぐりむっくりじゃねえかあ、なんかゼンマイみたいなのがついてる後ろにどうしようかな、やっぱ魔法が得意なんだから、はい、あ、雷って何、待って、何かやばそうじゃない、充電してからの、危ねえ危ない危ない、ズドン2連敗です強いわ相手が、灰色あった、ん、灰色かな、勝ったのかやばい、うざい、ナセルの勝ちナムルは美味しいクリーム色って何、クリーム色だって、いろいろある、どこに使ってんだそのクリーム色とやらは、びっくりするほど、まさまさまさ、これランダム、もしかしてランダムじゃないかな、あ、でも俺魚屋のおっちゃん、うわー絶対強いよこれ勝てる気がしないよしライダーだ、いけなんて手の込んだ自殺なんだ逆に考えろ、これじゃんけんなんだ、全部勝てば勝てるぞ、そうだね、よく考えるんだ、チャージ以外で全ての手を出せばいい、あ、このおっちゃん話したわ、あ、話したか、うん、いけ勝てる気がまるでしないけど僕と大神な、やだ、何出す、ブルー、めっちゃ強そうなの来た、めちゃくちゃかっこいい、技を技を体力高っ
ていこう。麻痺。ああ反射されたでござる。あばば。なんでこった。オーバーキルじゃねえか。終わった。魚食ってれば食べたかもしんねえな。カルシウム取らないとね。DHC サプリメントとかでありそうや。CM あるね。レベル上がんないかな。空色。800だよ。ちょっと多いよ。多いね。やっぱ強い人と戦うといっぱいもらえるのかな。そういうことだね。200だったもんね。段違いだよね強さ。どうしよう。誰が弱いのまず。殿下行くじゃん。殿下。おう。フリー対戦中だ。ちょっと待って。殿下と話さないといけないのこれ。うん、多分そうじゃないの。フリー対戦。あ、フリー対戦だと弱いかもしれないね。あ、フリー対戦一回やってみようか。じゃあ、いけ。じゃあ、お、相手が弱い。いけるぞ。いけ、シュー。フェルルルなみなめ。大丈夫、次使うから。あ、フリーで稼ぐってことか。ああ、なるほど、ね。フリーで稼いで強くしろ。じゃあ今回は何？フリーバトル会。バトル会。最後に殿下に会いに行く。殿下までは行こうか。うん。なんでもないです。あ、そう。シュー、サボテンだ。シューだけシュールすぎる。テフ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 。もっとすごいの来たぞ。すげえ綺麗に飛んでる。とりあえずリスクの少なそうなバリア。あら、なんかじゃんけん弱いな。なんか負けてるね。痛い。攻撃がなくなってバリアと魔法でしょ、うんうん、バリアこっち使えないでしょ。チャージするしかねえじゃん。チャージ魔法バリアが使えないからね。あ、回復量少ねえ。いや耐えれる。効かなかった。さあこれで相手は魔法が使えないと。そしたら攻撃バリアしかないのでこっちは攻撃をガツンと入れよう。頑張って。ん？何？ああこっちチャージなんで結構食らうと思うよ。魔法タイプだけど。痛い痛い。あー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 、まさかの連続攻撃だった。ああなんてこった。ごめんなさい。まさか本当に勝てちゃうなんて。さっきの技のところちょっと変えてみるか。そうだね。攻撃があまりにも弱すぎるでしょ。びっくりするほど。肌色。なんか生々しいね、肌色。でもお金もらえないからな、色もらっても。まあね、一旦殿下に勝てるようにちょっと、まあ、とりあえず俺がじゃんけんで負けすぎっていうのもあるんだけど。確かに。殿下どこ。殿下キザな商人。どうもどうも。はい、なんか買えるの。何もお金ないけど。集合体、うん、変えるんだ落書きを。あ使ったから435で全然あれじゃん。フェルルとかライララあたりと一緒やん。殿下どこ。一回戻るんじゃない。戻るか。うん、これで殿下に勝って。殿下どこにいるんだろう。まず前回やった時、なんだっけ、大会のところ、うん、一勝した後にそのままイベント入ってって感じだったから、あのまま進めとくべきだったのかもしれない、ね、なのか。とりあえず話聞いて。生き生きしてやがる。保護色で見えなかった。一瞬分かんなかった。どこにいるんだろう。あの女の子にもう一回話しかけて。もう名前忘れられてる火花。うん。負けてますよ。練習すんな。それ知ってる。うん、それ知ってるね。じゃあちょっと大会のとこ待って、技ちょっと見てもいい。うん、これだ。気絶させて相手は動けないとか。これフル方向にできるだろう。ちょっと待って、これ
技の説明、名前、あ、変えれるじゃん。え、変えちゃうの？だって間違えちゃったんだもん。シューじゃなくて、イシュー、シュー、シュー。だよ、俺がやりたかったの。シュー。使った色の割にはあんまり強くないっていうのが悲しい。新しく使えるようになった色をちょっと出してみる。ああ。じゃあ。肌色。あ、でも灰色だこれ。うん。うわあ。3色ぐらいあったよね。スライドもあったら4色か。いっぱいあるね。増えてる。増えてる。まあ、ライナナはいいや。いいの？何色がいいじゃん。ソライロ入れてよ。ソライロ。いいよ。ソライロで。腕がなんか弱そうだから怪力みたいに増やしてあげるよ。なんかものすごいとこにあるな。あ、怪力や手6本だっけ。あと間違えて逆さまに見た方がなんかっぽく見そう。なんか力士の綱みたいだよね。綱だね。祭りに置いてそう。完全にこれ呪いの人形だよ。怖いわ。よし、強化版ライララ。完成。すげえ。よし、ちょっとずつ強化して。あ、待って、ちょっとどうなったか見てなかった。お、ちょっと強くなってる。おお。ちょっとだけ強くなってる。しかし運が変わらずよ。運が変わらない。グイ。じゃあフェルルル、どうする？色を追加するか。そろそろ人参以外のものを生やしてあげないと。ね。クリーム色とか目立たないよなこれ。青。青全然使わなかったから使うか。そうだね。青で、ね、使おうとか言って使ってなかったね。攻撃タイプだったから飾りをちょっとつけてあげる。足とか。足。短。足かわいいな。足かわいらしいな。ああ足りない。ダメだ、青じゃ描けない。鹿が描いちゃってるし。描いちゃった。戻せるんですけどね。すごい遠近法を示したんかと思った。違いました。緑、うん、黄色、クリーム色。肌なんかクリーム使えそうじゃない。400あるから。なんか全体的に悲しい。足が可愛い。ちっちゃすぎる。これは200-200で使いたいと思ったんだ。そうだね。400あるから。もうちょっと長くてもいいっていう神様のお示し。うん。いいや。そんなもんで。おお。おお、可愛い。いいんじゃない？なんか可愛らしくなった。完成。ステータスはちょっと上がるね。ちょっと上がった。お前か。でもお前かってかわいそう。